ちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、昨日の動画でそう現役ドラフト予想選手、はい、という動画を出しました。すいませんそうです。なんか京田と相性悪くてなんかタイミングずれるんですよね。ずれるんだよ。ゴールデングラブの時もそうだし、はい、坂本とのバッチアップみたいな、今回も動画を撮った後に撮れよっていうね。そうだったんですよ。まあ、そういうことが重なって、はい、どうもすいませんでした。どうもどうも、ね、ただ京田は俺の後輩になってるから、はい、ちょっとこれから可愛がっていこうかなっていうふうにね。なるほど。思いますが、はい、はい、それなので、はい、中日、まあ、京田選手ではなく現役ドラフトにもあるのは、ね、改めてどういった選手になるんだろうというのを、うん、今日は動画で、まあそうだね、はい、出していきたいと思います。たださ、各球団がどういう選手を出してくるかっていうのが、はい、まだ1回目でわからないんだよね。そうなんですね。まあ、例えば、完全に補強を狙って、はい、こっちもいい選手出すから、ね、あそこの選手が出てくるだろうから取りたいとか、うん、まあ、ちょっとまだ様子見だからさ、うん、第1回目の時って、はい、だからそこで補強っていうことはそんなに俺は考えてないと思うよ。中日はいわゆるその大型選手の補強っていうことは考えてない。というのは、うん、あの外国人も取りに行ってるし、はい、でその前にもうトレードも積極的に行って、うん、まあそんなにまあまあ戦える体制は整ってきたぞっていうような、はい、状況の中でいい選手は出せないよね、もう。なるほど。だからそこでの補強っていうのは、はい、うん、俺はそんなに考えてないと思う。じゃあいわゆるその5000万から1億円とかのプレイヤーっていうのは、まあ、あんまり出さないんじゃないかなっていう、うん、あましていないしね、そんなに。そうですね。例えばキャッチャーの木下選手だったりとか。木下はやっぱりキャッチャーだし出せないよね。ですよね。あとは福投手、うん、6000万。まあ福はあのちょっとね、まあそうですね、難病、はい、はい、あの病気のこともありますし、はい、あ、ただ木下選手は4800万なので対象にはならないんですね。5000万から以上、まあ必ずしも出せっていうことではないからないですけれどもね。だからまあ木下はないよね。そうですね、うん、例えば福谷投手、福谷も使いようによっては、はい、もう本当にあの10勝近く、うん、勝てるような投手だし、はい、俺は出さないと思うよ。出さない。出さない。まあその枠をね、うん、取ったけども、はい、やっぱりこう抑えの経験もあるし、うん、だからまあ先発の経験もある。まあ中継ぎで使えるってやは使えるし、はい、先発で使おうと思ったら使えるし、うん、だからまあピッチャーの中でのユーティリティさを考えたら、うん、まあもうちょっともったいないよね。そうですね。しかも現役ドラフトで出すのはもったいない選手。あ、もったいない。ですよね。だってピンポイントでトレードしようとしたら成立する選手だと思うんだよ。はい、うん。だからそれは出さないかなって思うけどね。もしあるとすれば、前も言ってたようにドラフト、あ、ドラフトじゃないですね、トレード、トレードならあるけれどもっていうことですよね。うん、多分ね。あとは勝野投手、まあ、今シーズンはちょっと経過もあったりとかでしたけれども、可能性低くはないね。あ、低くはない。可能性はある選手だね。あ、可能性残してる選手2100万。あと鈴木博士選手1500万。これはね、はい、魅力あるんだよ。球がやっぱ速いんだよね、はい、でハマればピシッといけるんだけどさ、うん、なかなかハマらないという、はい、でキャンプの情報を聞くと、まあ、鈴木博士が良くなってきたんじゃないかっていう情報を得てるんだよね。おー、まあまあその記事とかもそうだけども、はい、だからそうだね、うん、なかなかないような気もするけど、まあ出したら確実にあの売れていく選手かもわかんないよね。あ、他のチームが結構最初に欲しいですって言ってくる。まあ欲しいかもわかんないよね。5年目、はいはい、25歳、まあ、年齢的にもいいですしね、うん、まあ、ちょっと関係性があってさ、はい、ヤマハなんだよ、はい、出身がね、うん、まあ、その時にちょっと見たことがあるんだけども、はい、まあ、素材的にはいいよね。ただ鍛えられてないのよ、うん、まだ高校もそんなに大したあの甲子園を目指すような高校ではないし、うん、ただ素材だけでやってきた選手だから、はい、まあ、ちょっと教え込んでいくと、まあ、ものになりそうな感じはするんだけど、ちょっと時間かかりすぎてるよね。ちょっとそう、ね、だからまあそういう意味では可能性はなくはないよね。ああ、もうそろそろじゃあ他にだったら環境を変えてやった方がいいのかなっていうねは思うけどね。ただ素材的には魅力のある選手でかかれば確実に、そうだね、他チームがってことですね、はい、あと笠原選手6年目27歳1000万円。ああ、左ピッチャーな、はい、まあここで左ピッチャーで、あー、まあ、そこそこ投げてきた、はい、まあ、笠原であれば、うん、それは確かに他の球団はあ、いいなって思うかもわからないよね、うん、だから可能性はあるよ。あ、
ここあるんですね、うん、おあと石垣選手6年目24歳、そうだね、うん、あとまあ宮内選手とかも、まあ、まあ出してもいいよね、あ6年、うん、あと宮内選手2年目なんですけれども、まあ、25歳でバッターでしょ、はい、740万、あこの辺りの選手たち、三好もね入った時はものすごい期待されてたんだよね、うん、でなかなか出番がないし、はい、まあそういう意味からすると、うん、あ可能性が低くはないね、低くはない、うん、これ例えば何年目の選手とか、まあ、1年目2年目でも出されそうな選手というのは出されるんですか？いると思うよ、うん、やっぱりこうあちょっと違ってたなとか、はい、あうちの球団ではちょっとポジションないなとか、うん、まあ、他行ったらチャンスがあるんじゃないかとか、うん、まあ、そういうことを考えると出してあげてもいいよね。じゃあ三好選手なんかは2年目なんですけれども、うん、環境を変えればいいなと思ったら十分に現役ドラフトで、まあ、外野手でしょ、はい、でまあ、岡林が成長した、はい、大島がいる、外国人2人取った、はい、まあ、そうなってくると、うん、いらなくなってくるよね、その働き場所がっていう、でブライト・ケンタとか、はい、ウカイとか、はい、そういう後に控えてる選手たちがいるんで、うん、はい、なかなかこう活躍の場所を見つけるっていうのは難しいかもな、よっぽどやっぱ3割安定的に打つとかさ、はい、そうしないとちょっと無理かもな、うん、だから素材的にもすごくいいものを持ってて、はい、ヒットメーカーなんだけどなかなか難しいかも、難しい、あと例えば山本拓実選手なんかは郡司選手もそうですけどは出されなさそう、まあそうだね、うん、ただね、まあ、取るときにどっから取ってるかっていうのも大きいんだよね、やっぱねルートっていうのがあるわけよ、はい、で人脈っていうのを持ってるわけよ、うん、例えばある大学にルートがあるとか、はい、だからまあ例えば西武だと富士大にものすごいルートがあるんだよね、へーとか、はい、だからそういうルートを大切にするんだったら安易に動かせないっていう選手もいるわけよ、中にはだから出身校によって、出身大学とか、まあ、ジャイアンツだったら中央とか央、はい、東海大とか、あー、まあ、ルートは強いよね、はい、だからそこを動かすことによってそこからいい選手を取れなくなるとかさ、まあドラフトだからそれは安易にそのなんていうのこう拒否はできないんだけども、まあそういうこともあるよね、なるほど、うん、だから関係性があるところはやっぱ出せないっていう裏事情っていうのはある、ある、あと例えばこの裏事情っていうのはややこしい裏事情だからね、意外にだ、いや しがらみとは言わないですけど、いろいろあるんでしょうね、いやあるある、まあ、ドラフトだから構成に行って、はい、まあ、例えばドラフト1位がそのルートの強いところから出ました、で今年なんかは特にあの逆指名をしてたでしょ、球団が、はい、もうこいつドラフト1位行くって、うん、そしたらもうそう間違いなくつながってるんだったら行くよね、そうですよね、まあ、そしたらまあ他の球団もあそこはルート強いからなとか、うん、でもよっぽど、ね、いい選手だったらいやうちも取りたいとか、うん、まあ、あるけどやっぱその裏ルートっていうのは強いものはあるね、あじゃあ見えない、私ちょっとファンには見えない球団の内情というか、うん、そういうのも関わってくるってことですよね、昔ね、はい、まあ、俺ら完全ウェーバー制でドラフトにかかったわけだけども、はい、まあ、その時にやっぱ宮井さんっていうね、もう亡くなられた方、はい、宮井監督が俺らの大学の監督だったんだけどさ、その人はものすごくプロのこう、ね、スカウトたちに顔が効いた人なんだよ、はい、うん、だからお前のところはうちのが、まあ、例えば俺ね高木を示すんだとか言って、じゃないと次からやらねえとか言ってとか、はい、まあ、やっぱあるんだ、やっぱあるんですよ、でその監督は俺にどこに行きたいかって、最強のセリーグに行きたいですって言ったら太陽になっちゃったけどさ、ね、はい、いやヤクルトか巨人の方が良かったんだけど、はい、まあ、太陽になっちゃって、その当時のね、はい、まあ、でも最強のセに入れるようになったんだよ ね、あ、そうなんですね、そうそうそう、そこの力ってやっぱそこの力っていうのはやっぱ裏事情でやっぱ持ってるよね、で単にドラフトだけで終わらずにこういうところで後々のことにも関わってくるってことですよ、ね、うん、いやだからなんでうちの河合選手せっかく上げたのに、うん、ね、現役ドラフト出したんだっていうことにもなりかねないんで、はい、まあ、そこら辺の裏事情っていうのは、うん、まあ、少し効力があるよっていうことで、ことなんですね、うん、そうか、あとは例えば出す年齢とか欲しい選手のたちの年齢っていうのもなんかあるんですか、そこは、まあ、若い方がいいよね、若ければ若いのか、ただベテランを出すっていうことは確固たる力は少し持ってるわけだから、はい、だからそれはやっぱこう活躍は想像できるよね、うん、
そうですね、若い子っていうのはまだ未知数で想像しにくいかもわからないけども、まあ、だけど、まあ、そこら辺を編成の人たちだとかスカウトの人たちとかそういうのを2軍で見てたりだとかいろんなところで見てるから、はい、まあ、そこら辺で あの選手出てきたから、うん、あの選手取っておきましょうよとか、はい、まあ、それは話にはなるだろうね、うん、だからまあ中日誰を出すかっていうのは、はい、まあ、なかなか強打が残ったら強打間違いないって思ったんだけど、うん、はい、だけどなかなかね、まあ、そういうわけにいかなくなったっていうことは、まあ、そこでの補強っていうのは各球団そんなに考えてないと思うよ。だからそんな気がしますね、うん、だからまあ第1回目だし、はい、様子を見るというね、うん、各球団牽制しながら多分やると思うから、そうですね、うん、そんなビッグネームっていうのは出てこないのかなっていうような感じはするけどね。まあ、非公開だし分からないしな。いや、そうなんですよ、我々は、うん、だから、まあ、今回ね、はい、急遽動画を したのは、はい、京田君すいませんでしたファンの皆様すいませんでした、もう申し訳ない、ね、まあまあ撮った時期がねまだ中日に在籍してたからねそうなんです、はい、今はねもう DeNA ね、早くもうちょっと出せよでね、早くもうちょっと前に行ってスタッフを怒っときますもん、まあ、ね、引き続きね、はい、よろしくお願いします、はい。